おはようございます。今日から新しい部屋で動画を撮影していきます。皆さん気になってた炊飯器なんですが、居場所が床ではなくなったんですが、この椅子の上っていう、なぜかというとこの上は基本あんまり物を置きたくなくて、こっちに置いちゃうと蓋開けた時に頭当たってしまうっていうのがあって、ここには置きづらいと。でキッチンカウンターの下も電子レンジ置いてるので、炊飯器の居場所はもうちょっと考えようと思ってます。はい、朝ごはんです。絡まない方がいい。マジ。言ったら絡まない方がいい。やばい。見たら壊れてきた。とりあえずこれ。おはよう。おはようございます。出たぞ。出たがりじゃない。出たい。それは出たいでしょ。出たいわ。おはよう。最初は。出たがりか。やっぱアピってかないとこういう。アピって。入りを。あのアルテリーボ。決まってます。してる。ああ。今度な。飯打ち合うつたない。飯行きましょう。飯。登録者減るらしい。それ良くないよ。登録者減っちゃう。俺もさ減っちゃう登録者。いい、良くない。撮ってないです、撮ってないです。まあ、本当のこと言う。撮ってないです、撮ってないです。じゃあお前、こいつの嘘ついたって。家が変わったので、いつも行ってたところじゃなくて、違うスーパーに行くようになったんですが、まあそこも結構良くて、そこで基本買い物していこうと思います。スーパーの選び方は、ブロッコリーのやる気を見て、選んでます。ブロッコリーがダメなスーパーはちょっとダメですね。体感しっかりしてるし結構良かったので信頼できるスーパーだと思います。買うものはあんまり変わってないんですが、で胸肉も 100g48円で買えたので冷凍しながら使っていこうと思います。家に一番近いスーパーがこんだけ安くてちゃんとしてると助かりますね。なので、まあ、いちいち値段他のとこで値段調べたりしないで何も考えずにそこで買っとけば
大体いいもの揃うっていう状況が一番いいので、近くのスーパーがそんな感じで良かったです。はい、お昼ご飯です。いただきます。いただきます。今の中年に入りつつある人生で最も重要な2つの時期を東京で過ごしてしまっているんです。まだまだ東京といえば日本の首都、そして人口1400万人、つまり日本の人口の10分の1。僕が一番胸肉を美味しく食べれると思ってるサラダチキンの作り方なんですけど、クレイジーソルトをまぶした胸肉、皮を剥いで胸肉入れて、まあ、空気を抜いて、そうしたら火を止めてそこの鍋の中につけて、だいたい45分、だいたい重さで変わってくるんですけど、 270g とか300以下だったら、まあ、40分ぐらい入れとけばちゃんと中まで火が通ります。で、350とか400ぐらいのちょっと分厚、これ結構薄いですけど、もっと分厚かったりするやつは、まあ45分以上1時間ぐらいやった方がいいし、火を入れる時間を長くした方が中までちゃんと火が通ります。250、300ぐらいだったら、40分で大丈夫です。で、沸騰したら火止めて、でここに入れると、空気抜かないとちゃんと胸肉に当たんないので、熱が通んないので、はい、こうやって全部が浸かるようになったらちゃんと蓋して、40分、はい、これで待ってるだけです。今年からスクールをやることになって、今日からスクールが始まります。子供たちとサッカーを楽しんでいこうと思います。頑張ります。お疲れ様でした。やっぱりこの2つをこの上に置いとくのは
地震が来た時に転倒のリスクが高いので、多分こっちの方がまだ落ちなさそうだし、まあ大事なものなので これを上に置かずこっちに置きたいなと思っていろいろ考えた結果、これもありなんじゃないかなっていうことで変えてみました。意外とここからの景色もちょっとキッチンが隠れる感じですけど、座って体が洗えて夢に疲れる幸せをかみしめております。